家を探しました。はい。あ、同じ流れで進んでいく。でも、これ以上は、もう何にも、情報ないよね。なるほどね。あんな交渉していたから無事っていうのもあった。というか、何もされてないっていうけど、結構な綱渡りだったのではないか。好きなものだろう、お前は違うの。ん？何が？私ももちろん好きだよ。何が？あ、美しいもの。言ってたね。時じゃなかった。先ほどの約束があったから。よくよく見ると笑顔も少しぎこちなかったが、約束を違えるわけにもいかないから少し無理をしてた。なるほどね。そっか。食後に場面が転換した。さすがに確信に変わってきたけど、今回おそらくスカーレットとロアタスに焦点を当てた回数。そうだね。はいはい。なるほどね。さっきのなかった。そうだね。さっきの、もういいんだけど。ならいい、好きにする。早速思い出したけど、これしよう。何も言わなかったことを不思議に思ってたことを納得できた。あらかじめ知っていたからこんなに済ました反応してた。4人になってから、シューの口数は全体的に少なく感じた。確かにね。ああ、シューの闇を逃げてたから、下手なことは言いたくなかった。ああ、なるほど。ここもシューの役者っぷりが光ってる。さっきは見てなかったが、ロアタスの方を見ると少し笑いそうになっているのか、顔が引きつっていた。ウォールに疑問を抱かれない程度に困惑している様子を見せているところが少し面白く見えたらしい。他にもいろいろとトールよりも現実で知っていることが多くあったが、トール以外の3人は合意の上で不自然にならない会話をしていたようだ。片方の回想を見ただけでわかるわけないじゃん。でもどうしてトール君にその傭兵協会であることをこう知られちゃまずいんだろうね。なんかあるのかな。まあ口で軽いことを言ってたように意識してたけど、昨日の様子を見かすと真剣に悩んでた。そうね、思ったよりもなんか事態が深刻だったっていうのもあるけど、やっぱ土地とか、そういうね、兵器とか、そういうのが絡んでるっていう背景が見れたから。ロータスに関しても記憶がない人生を生きることの怖さの話を聞いたからか、より現実に思って、ロータスの今の状況の怖さを再確認できた。自分の魂の正体を当てるという目的がなく、アリーズもいないまま記憶喪失になっていたら自分はどうなっていたんだろうか。これ、元に戻ったとしても、記憶は戻るのか、このロータス君。で、銃で殺されたってことは、この中の誰かがやったって可能性もある。奇襲をかけられた。そうだよね。だってさ、ロータス君側は、もう、ほとんど勝ちに近かったから、それで奇襲をかけられて銃で撃たれるって、あんのかな？あ、この二人の話まだ聞いてたっけ？名前はそれだけ？ただの衆だよ。私は孤児だから、仮面はない。ある日、ゆりかごに入れられて、教会の前に置かれていた。シュートだけ書かれた紙が入ってたから、それを私の名前にした。自然と教会で育てられて、シスターとして教育されるのは自然の流れ。シスターとしてね。なんか不満げに見えるって？そう見えるんだね。ちょっと訓練とかはあったけど、衣食住に不自由したことはなかったし、学校になって行かせてもらえた。
正直不満に思うこと自体おこがましいと思うし、感謝は間違いなくしてる。自分が恵まれていることは間違いないけど、どうしてもあの場所が考えを受け入れられない。まあそうだな、自分の年齢分からないからはっきりしないんだけど、そっか、年齢分かんないのか。プールと同じ学校に入ってたし、それは覚えてる。13とかだって、じゃあそれぐらいかな。13、スカーレットさん、子供の頃の私を知ってるって知った瞬間、トールを殺そうとするのはやめてほしい。なんで？それできっかけなんだけど、先輩のシスターが亡くなってしまったことになる。亡くなった？彼女は別の町の教会の手伝いをしている時に運悪く帰らぬ人になった。戦ってたんだな。そのシスターは誰にでも優しく強くさせ、何より神の教えを大事にしてた。船の事故で死んでしまった時に開かれた告別式で、教会の大人たちはこう言った。信仰が不十分であった。主に報える働きをしなかった。彼女は怠慢で罪で憐れる。それでも主は許すでしょうと。これを聞いた時、私は耐え難いほどの嫌悪感を覚えた。私は彼女以上の信仰を持つ人を知らなかった。それにあんな優しく慕われている人であったのに。だから誰もが疑問を持つはずだと思って、でも戦闘に送られて死んで信仰心が足りんかったと言われた。あれだけ教会からやりたくないような仕事も笑顔でやってきた彼女に対して、最初に言うことは死後の安寧ではないのかって。でも周りの人は誰一人としてそんなことに疑問を持ってなかった。こんな話聞いてないの。私だけがなぜかみんなと同じ意見ではなかった。この瞬間から私は教会の中では異物であることが分かってしまった。先輩も大人も誰も信用できない。居場所を失うかも、消されてしまうかもしれないってことか。いろいろ内部事情を知っていると、そうね、まあスパイみたいな感じか。教会の意図に反することはちょっと素直といてね。なるほど、それは確かに命かかってるわ。簡単に抜けますって言えないな。本心を隠して今までずっと生きてきたけど、そんな生活をいつまでも続けるの私は疲れてきた。だから私は悩み続けてる。私はこれからどう生きるべきなのか。そうね、確かに簡単に抜けるとか言えんな。寝る状況じゃないもんな。君はどうなの？君はなんか隠された情報ある？はい、名乗ってなかった。トール松坂めっちゃ日本人。俺の家系は先祖代々この国に暮らしてきたか、地質的にはもっと遠い別の国だから名前はちょっとここら辺じゃ珍しいかも。トールじゃなくてトールだった。え？シュー、俺の本名知らなかったって？発音が面倒なのか、学校上ほぼ全員からトールって呼ばれてきたけど、それはそれで無関心極まりって感じで傷つくぞ。トール。ああ、いや、もう今更だ。普通に今の呼び方気に入ってるし、無理に変えなくていい。トール君だったか。それにしてもなんでこんなことになってる？どうしちゃってるっす。和やかに話すなんて機会なかったから今も混乱してる。そんなこと考えもしなかったし。日本人だから黒髪なんだな。正直俺は他の3人みたいに特殊な事情とかなんもない。この国で普通に暮らしてきた。子供の時は友達と遊んで学校行って勉強して訓練して友達と一緒に軍入ってる。気がついたらこんなとこにいたと。気がついたらってところが本当おかしい。普通はこんなところなんて何か目的がないといないはずなんだ。生きるために金が必要とか、ふるさとを守りたいとか、愛する人のためにとか、じゃなきゃ命をかけて戦場になんかいないだろ。確かに周りの国を守るために頑張ろうって感じなのと、部隊長に任命されて断る理由もないからやってる。なあなあで流されてきたんですよね、あなたは。昔から何もなかった、やりたいこと何もないって、それ言ってたね。行かないようにすることで必死だったって。嘘者。黒い髪の人なんて全く見かけないし、居場所がなくなるのは怖かった。今思い返すと全く気にしない人、気なそうな人たちしか周りにいなかったね。けどやっぱり戦うのが嫌だったりしないのか。だってそれは嫌だよ。けどみんなそうだ。みんな嫌なのを我慢してるのに俺だけやらないのはちょっとな。わざわざそこに入る必要もなかったんだよ別に。偶然他の人にうまく戦う力と部下を率いて戦う才能があった。長く早く走れるね。それなんだよな。
その分頑張らないとって思ってた。そう思ってた。今までは勝ち目のある戦いしかしたことないし、死ぬことなんて考えたことなかった。こんな敗戦濃厚で死が確定しているように戦場に回されると知って、俺は多分初めて自分の人生を客観視できた。俺の人生の一体どこに自分の意志があった。自分は何を決めてやってきた。思い返しても思い出せないんだ。流されてきたんだね。俺は何のために生きてきたんだと。まあでも君の悩みは言うてな、なんか、言うてなんかあんまり、手がかりにならないというか、ストーリーの主な部分には絡んでこないというか、なんとも言えないな。はい。コインの中で殺した人がいる？思い返せば、ここでトールがいいアドバイスをロータスにあげることができたのは、無理やり周りに合わせてもトールが人と関わり続けておかげ。自分のことはあまり考えてこなかったけど、実は他の人のことは人一倍考えて人の助けになってきたのではないか。でなければ、周りに合わせるだけの人は軍の部隊長なんて任命されないし、そもそもここでロータスに対して何も言う必要はない。確かに。協調性があるということか。こんな、ここでは悩むふりをするだけでもできるのか。そうね。話し合い？なんかあったっけ？なぜなら終わりが近づきそうだね。もうすぐだもんね。あ、でも、そういえば殺される直前のことなんかいきなりパッてなるから、もしかしたら、なんか情報が他にも得られる可能性あるかも。はい。一体誰なんだ自分は。この時、何を感じ、何を思ってこの場所にいたんだ。考えまとまらないままここまで来てしまった。そう、寝る流れになって急に安定してバーンなんだよね。だから、でもそれはこの、二人の視点でそうなったけど、左側の二人の視点でそうなったけど、右側の二人の視点としては違うかもしれないね、もしかしたら。罠張ってるから、周りからは近づけないんだよね。そっか。からバーンなんだよね。ない。ん？ない。なんだ。ないってなんだ。ない。なんか聞こえたような感じだったけど。ない。なんなんがないのないか。また戻ってきた。はい。本当に自分はこのまま正体を突き止めることができるのか。もうなんか食ってんな。なんか食べてんね。どんどんと胸を叩きながら、アリーズはこっちに近寄ってくる。だいたい終わり近づいてんのがわかるだろ。帰り、いや面白かったね。いろいろとさっきよりも知れて。そんなことあったかな。まあちょっと知識は深くなったけど。最後だってことだから、今回はちゃんと見てたから安心して。でも途中からね、心理描写が普通の会話になったから、はい。これ以上新しい情報はないと。一回きりの回答。まあ、未だに自分はあの4人のうちの誰なのか確信が持てない。これ間違えれば終わる。自分がここにいる意味すらわからず、生きていた時の悩みが解決することなく消えてしまう。こんなのないってなんだろうな。これは元の自分に申し訳が立たない。だからここで死ねないんだ。あの4人の誰であるかどっかは関係なく、自分は自分自身の人生を終わらせるのが嫌だ。だがどうすればいい？一体何が正解で何を信じたらいい？自分は俺は私は僕は。落ち着いて。お、なんかいいこと言ってくれる？あなたは一人じゃない。私がついてるよ。一緒に考えさせて。それが私の役目なんだから。え、
ありがとう。嬉しい。ちょっとそろそろせ、この後自分一人で整理する時間とか必要。けど一旦私と話して考えてみようか。己の状況を整理してたし、分かった。冷静になってくれてみたいで何よりだね。まあ、ともあれ今置かれてる情報とかからおさらいしよっか。今、魂だけの姿で言えるけど、記憶を失ったなとは今から自分の魂の正体を当てないといけない。はいはいはい。当てるチャンスは1回だけですよ、と。はい、トール、シュー、スパーベット、ロータス。この4人の中の誰かなんだよね。4人が感じていた内情はどのような状況になったか。とかをうまく補うような形になってた。はい、大丈夫です。で、それからよ。はい、それからよ。それで当てないといけないんだけど、なんか自分が誰でもおかしくないような気がして、誰でもおかしくないことないだろ。なんで？気づきはいろいろあったでしょ。さっき言った人の心の中の声は外からじゃわからない。これが頭を悩ませて、どういうこと？自分の考え的にも男なんじゃないかと思っていたけど、スカーレットの二面性を少し見て、心の内はやはり誰かも分からず、チームも自分のような思考を教えてもおかしくないような思いだ。他にも自分がこの人だと共感するような悩みとか考えを探す線も考えた。みんなどこか似たような悩みを持ってて、自分はどれにも共感できた。テーラーにかけるとか。確かに分からなくなっちゃうよね。なんかヒントくれ。じゃあさ、別の考えを主軸にしてみる。ん？どういうこと？別っていうと？天才アリーズちゃんは思いました。心の中で思ったことを信頼できないのであれば、信じるべきは事実である。事実。はい、はい。実際に起こったこと。表面の行いと心の内を持っていることが違うかもしれない。ということは、大体予測になってしまうからこそ、実際に起こったことを、考えてみると。食い違いとかおかしな点がなかったか。その人の言ったことに対する、そういえばなんか嘘をつかないとか言ってたな。起こった出来事的にこれは違うんじゃないか。何か出てくるかもしれないかな。もう一回言って。こんな感じで大丈夫でしょうか。誰に取ってるの許可。なるほど。誰かいちいち通信してるの。それでちょっと、はい。アリーズ。なんでもない。ちょっと伝え忘れたことがあってね。忘れないでほしいことがあって、人の考えとかは必ずしも表面に出るわけではないから合ってるかわからないみたいなことで言ったよね。言ってたね。そう、だけどね、自分の魂は嘘つけないってことも思い出してるし、それなんだよな。あなたの魂が思っていたことに関しては全て本心。ああ。回想中に感じたことは何かのヒントになる。ってことだと思いますよ。自信ある感じだったらなんで急に思いますとか言ってる。え？そこはいらない？あ、すいません。通信してんだろ、なんか。上司から指示を受けてそのまま喋ってた。なるほどね。通訳みたいな。他の人の言葉だった。そんなわけないでしょう。灰色の頭の細胞からのお告げ、これ。アリーズの本体って脳じゃなくてもしかして角なの？けど、なんか元気が出てきた。ウフっていう笑い方は女性っぽいけど、まあでもロータス君もそういう笑い方しそうだな。はい。なんとかやり過ごせた。チョロピア魂。チョロいって言ったな、今。あ、さっきも言ったけど時間があるから、じっくり考えていいからね。はい。私に伝えに来て。はいはいはい。いいんですか？もうロータス君に決まったけど、ところは。声をかけてって。でもさ、二人、一緒に考えてくれるんじゃなかったね。一緒に考えてくれるって、さっきの助言みたいなのは、そういうことなの？決めました。もう、ロータス君だと思う。思うけど。思う。けど、この選択は一回限りだよ。大丈夫。はい、もうセーブしました。大丈夫です。ロータス君だと思う。その人しか当てはまらない。お酒が割と好きで、嘘をつかなくて、そして、息が切れる人っていうのはもうロータスにしかいない。嘘ついてなかったし。はい。あなたは誰？さあ、どういう感じで。
まあ、彼ですね。自分はロータスと。最後、何なんじゃないって言ってたけど、あれ何だったんだろうな。ロータスと、